秋尾さんは秋の収穫を祝うお祭りのイメージで作りました。では最初の部分を吹いてみます。聞いてください。あれ、なんだかちょっと変な感じがしますね。皆さんは気がつきましたか？レミソラドの5音ではないものを使ってしまったみたいです。あ、ファを使ってしまったんですね。ファを使うとなんだかお囃子らしくないかな。秋尾さんはそこをレに直してみます。レに直して吹いてみます。あ、今度はだいぶお囃子らしくなりましたね。特に最後のタッカタッカタンっていうところで収穫を喜んでる様子を表したそうです。では完成した秋尾さんのをみんなで吹いてみましょう。一緒に吹きますよ。3、はい。それでは秋尾さんが作ったお囃子に太鼓を入れて一緒に演奏してみます。太鼓お願いします。太鼓が入ると雰囲気が変わりますね。皆さんもリズムを工夫して演奏してみましょう。